千葉幸子は、日本の元女優。PCL の主演女優第一号。映画監督の成瀬みきおは元夫。広島県足名郡新一町出身。本名、千葉鶴子。広島市立高等女学校卒業。名簿、高齢な丸顔全体が、大輪咲きの花となって微笑みかけてくるような、絢爛たる美貌と、育ちのいいお嬢さん前として品位に加え、幼児から、 方楽、洋楽どちらにも親しんだ音楽的素養も深く、ことにことは、宮城道夫について本格的に学び、尺八の吉田政府と組んで、アメリカに演奏流行をしたこともあるという多彩な経歴の持ち主。1933年、新映画社の叫ぶアジアで、純情可憐な中国娘役で映画デビュー。同年設立したばかりの PCL、後の東宝が、 自主制作に踏み切る上で最大の障害が映画に欠かすことができない看板スターの不足で PCL が目をつけたのが叫ぶアジアで録音を手掛けた千葉であった PCL にスカウトされた千葉は同社の第一作で日本初のミュージカル映画ホロヨヒ人生に主演丹麗な容姿と美しい歌声で人気を集め以降コーナン取り混ぜ多くの作品に主演して PCL ハイノキの看板スター第一号、ナンバーワン女優となった。1934年小区から移ってきた、新鋭監督、ナルセミキオとのコンビで、妻よ、バラのように、噂の娘など、昭和10年のベスト10に選ばれた名作に主演、PCL 躍進の支柱になって1937年、ナルセと結婚した。邦楽、洋楽ともにこなし、映画中でしばしば歌った。 ナルセとの結婚は長く続かず、1940年、離婚。また、原節子、高峰秀子など、他社から移籍してきた時代を担うスターの前に、脇役の座に追いやられると1943年、潔く東方を退社し、銀幕を退く。戦後は、新中軍の幹部相手の高級料亭を渋谷商島に開店。後に渡米して、ロサンゼルスで、 日本料理店のアドバイザーになり、帰国後は高級洋菓子店、チェーン、フランセの取締役など実業家として活躍した。長男、隆は、テレビプロデューサーになった。広島県大百科事典に、同郷の金島経過の元婦人と書かれている。音楽喜劇ろよひ人生。右は、藤原鎌たり。ありがとうございます。